食材を煙でいぶす燻製を作る自宅の道具による火事が相次ぎ、新潟市消防局が注意を呼びかける実験を公開しました。手作りの段ボール燻製器を使った実験です。いぶすためのスモークウッドとスモークチップは本来どちらかを使用します。しかし誤って一緒に使った状態を想定した実験では、風で煽られるとわずか5分で着火しました。キャンプやバーベキューが人気となる中、自宅の道具による火事が増えていて、新潟市消防局では4月以降2件の類似の事案が発生しています。通常で細かいスモークチップが、火の粉となって燻製器の中で飛んでしまったという現象が起こりました。消防では燻製を楽しむ際には目を離さず注意してほしいとしています。